日本初。マネスクイーンとナンバーアンダーラインアイ共演の裏に隠された驚きの秘密とはナンバーアンダーラインアイとマネスクイーンの共演がもたらす衝撃的な音楽の未来。今年の夏、日本最大級の音楽フェスティバル、サマーソニック2024にナンバーアンダーラインアイが出演することが決定しました。平野翔神宮寺裕太。 ガンユータの3人組からなるナンバーアンダーライン愛が東京と大阪での2日連続出演を果たすことになりファンや音楽業界全体に大きな驚きと興奮をもたらしています特に注目されているのは世界的なロックバンドマネスクイーンとの共演ですこの共演が実現する背景には実に驚くべき関係性と偶然の重なりがありますサマーソニックは毎年日本国内の2カ所 東京と大阪で開催され、国内外のトップアーティストが集結する夏の一大イベントです。ナンバーアンダーラインアイの出演が発表されたのは、第7弾アーティストのラインアップの一環としてで、彼らの初登場が決定した途端に、国内のフェスティバルシーンに大きな反響を呼びました。今年の8月17日に東京マリンステージ、翌18日に大阪エアーステージに登場する予定です。 彼らの出演決定は、今年4月にアメリカ最大級の音楽フェスティバル、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバル2024でのパフォーマンスに続くもので、その際には世界的アーティストのジャクソン・ワンとの共演など多くの話題を呼びました。国内フェスであるサマーソニックでの初出演に際し、さらにあるアーティストとの共演が期待されています。それがマネスクイーンです。マネスクイーンは現在、 世界中で注目を浴びている大人げロックバンドです。バンド名はデンマーク語で月光を意味し、彼らはローマの同じ中学校に通っていた4人の生徒によって2016年に結成されました。ボーカルのダミアーノ・ダビットはローマで1999年1月8日に生まれました。彼は1 8 0トルの身長と7 5ラムのスリムで筋肉質な体型を 誇り、そのセクシーで男性的な魅力で多くのファンを魅了しています。客室乗務員の両親の下で育ち、幼い頃から世界中を旅しながら生活していたダミアーノは、わずか6歳の頃から歌を練習し始めました。高校時代には地元のバスケットボールクラブに所属していましたが、音楽に専念するために高校を中退し、両親の支援を受けながら音楽活動を開始しました。彼は当初、 歌い方がポップすぎるという理由でマネスクイーンへの加入を断られましたが、熱心に説得を続けた結果、正式にメンバーとして迎えられ、そのハスキーで表現力豊かな声は高く評価されています。続いてベースを担当するビクトリア・デ・アンジェリスは、2000年4月28日にローマで生まれ育ちました。彼女は8歳からギターを、12歳からベースを始めました。バンドの名前を決める際、 デンマーク語の月光を意味するマネスクイーンという単語を提案したのも彼女です。ビクトリアは幼い頃から性別の固定観念に反抗心を持ち、14歳という若さでパニック障害に苦しみ、翌年には母親をガンで亡くすという悲しい過去を持っています。しかし、彼女は音楽に没頭することで自由への絶望を具現化し、その美しすぎるルックスからステージに上がるたびに大きな歓声を受けています。 ギターを担当するトーマス・ラッジョは、バンド結成初期からメンバーとして活動しており、ベースのビクトリアとは親友です。彼のミステリアスな存在感と卓越したギタープレイは、観客を魅了しています。そしてドラムを担当するイーサントルキオは、2000年10月8日に生まれ、1 8 0センチメートルの身長と 63kg のスリムな体型を持ち、真っ黒な長髪が特徴です。 彼もまた非常にミステリアスな存在で、私生活や過去については多くを語っていません。このように、マネスクイーンは個々のメンバーがそれぞれ強烈な個性と魅力を持つバンドであり、彼らのパフォーマンスは世界中の音楽ファンを魅了しています。そして、ナンバーアンダーラインアイとの共演が実現することで、日本の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こすことでしょう。ナンバーアンダーラインアイの平野翔、 神宮寺優太岸優太もまた、それぞれが個性的で才能あふれるアーティストです。彼らの音楽は、ポップスからロックまで幅広いジャンルをカバーし、そのパフォーマンスは観客を魅了してやまないものです。彼らのファンはもちろん、初めて彼らのパフォーマンスを見る観客にとっても、サマーソニック2024でのステージは忘れられないものになるでしょう。平野翔は、 1997年1月29日に愛知県で生まれました。彼は幼少期からダンスに興味を持ち、ジャニーズ事務所に入所してからはその才能を開花させました。彼のダンスパフォーマンスは圧倒的であり、ステージ上での存在感は抜群です。彼はまた俳優としても活躍しており、映画やドラマでの演技も高く評価されています。神宮寺優太は、 1997年10月30日に千葉県で生まれました。彼もまたジャニーズ事務所に所属し、その歌唱力とダンスパフォーマンスで注目を集めています。彼の温かく包み込むような声は、多くのファンを魅了しています。彼はまた、明るく親しみやすい性格で、メンバーやファンから愛されています。ガン・ユータは、1995年9月29日に埼玉県で生まれました。 彼はジャニーズ事務所の一員として様々な舞台やコンサートで活躍してきました。彼のエネルギッシュなパフォーマンスと独特のキャラクターは観客を引き込む力があります。また彼の誠実で努力家な姿勢は多くの人々に感動を与えています。このようにナンバーアンダーライン愛とマネスクイーンの共演は非常に魅力的なイベントとなることでしょう。二つのバンドは それぞれ異なる背景とスタイルを持ちながらも、音楽への情熱と才能で共通しています。この共演を通じて、彼らの音楽が新たなシナジーを生み出し、観客に感動を与えることでしょう。また、サマーソニック2024では、ナンバーアンダーライン愛とマネスクイーン以外にも多くのアーティストが出演します。東京公演では、星野源やワンリパブリック、NCT ドリーム、スーパービーバー、 ヒライダイが同じステージに登場します。大阪公演では、これに加えてバウンディーも参加します。これらのアーティストたちとともに、ナンバーアンダーライン愛とマネスクイーンがどのようなパフォーマンスを繰り広げるのか、非常に楽しみです。音楽フェスティバルの魅力は、異なるジャンルや背景を持つアーティストたちが一堂に会し、観客に新たな音楽体験を提供することにあります。サマーソニック2024もまた、 多様なアーティストたちが共演し、観客に素晴らしい音楽のひとときを提供することでしょう。ナンバーアンダーライン愛とマネスクイーンの共演は、その中でも特に注目すべきハイライトとなるはずです。このように、サマーソニック2024は、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むイベントとなることでしょう。ナンバーアンダーライン愛とマネスクイーンの共演を通じて、 観客は、それぞれのバンドの魅力を存分に楽しむことができるだけでなく、彼らの音楽が生み出。